さあ今日はですねツイッターとかインスタにはあげたんですがちょっと満喫してきましたちょっとお腹いっぱいですね <laughs> 今日はいっぱい食べましたさあそして明日からねあのー、明日で2月が終わり3月になるんですが。 なんともうジョン・マイ・ラブの本番が近いということでちょっとねびっくりしてます <laughs> そうで今日はあの東安市にある白井の滝を見に行ってきたんですよ冬に凍ってるあの滝が凍ってるからそう見に行ってきてそうなんです私白井の滝自体には行ったことあったんですよ、あのー、現現場あの現地に着いてから気づいたんですけど なんか20分ぐらい歩くコースがあったからなんか有料駐車場と無料駐車場があって無料駐車場に車を止めてその20分ぐらい歩いたんですけどそうなんかねそこ来て「あれ待って小学生の頃来たことあるわ私」ってなってでもただその時冬じゃなかったから滝は凍ってなかったんですけど冬は凍ってるからさ滝が「竜谷さんに行くもありがとうございます」 まあでもそんなに寒くなかったんですよ今の時期はただそのまあ私今週の金曜日からジョンマイラブ本番なんですが金曜日までにちょっと残ってるかどうか微妙なところですねそううんめちゃめちゃ微妙そう金曜日まで残ってる可能性がちょっと低いですねアーキーさんポーションありがとうございます そうなんかなんだろうまあでもそうなんですよあのどうあのそのそ滝に着くまで20分20分ぐらい歩いてそ,れその時は結構暑かったけどやっぱねちょっと近づくにつれてちょっと寒くなってでもあのなんか私が行った時はそんなすごく寒くはなかったキャトルさん馬ありがとうございます。 ま、ちょっと冷えるけどそんなにかなみたいな感じでしたねやっと塾終わったおおお疲れ様夜遅くまでお疲れ様です本当にお疲れ様ですでそれでね、まあ、白井の滝見に行ってあのー、ポエムのスイーツパークにも久しぶりに行って私は。 そう私はひと久しぶりに行って、あのー、新しく出たいちご味と桜味とりあえず一個ずつ、あのー、ふ箱じゃなくてもう個包装の1個ずつ買ってあのベイクドチーズの6個入りのを買ってそうですねあとなんか広島限定で売られている「濃いミルク」のポエムあのー、カープ野球のあのカープ 広島カープがちょっとパッケージなんですけどそれのやつもね買いましたアンティーさんえー、とバラナイスグリグリパンチさんが猫さんえー、っとあーアンティーさんそして肉まんありがとうございますゆうやさんハートありがとう高校の時に雪の中チャリで行ったやばっ <laughs> チャリで行ったんすごいなそうあの スイーツパークにビリビリボーボあるんですけどちょっと私も白井の滝でだいぶ疲れちゃったから今回ビリビリボをパスしました <laughs> 今回ちょっとパスしました行くたびにはやってるんですけどいやちょっと今日白井の滝で疲れちゃったなーって思ってやめましたねあ私は別にカープ女子じゃないんですけどあの美味しそうだったから買いました濃いミルクがそう美味しそうだったから買っただけよ でも、あれかな、私のお父さんが結構カープ好きなんですよ、確か。そう。福岡のゼロさん、ありがとうございます、ハート。あれ、ビリビリ棒じゃなかったっけなんていう名前だっけ合ってたっけわやばい,わい忘れた。なんだっけイライラ棒だ、思い出した。ビリビリ棒じゃない、イライラ棒。全然違うわ。<laughs> い<けな>い <laughs> ずっとビリビリ棒ビリビリ棒って今日やったけどね違ったイライラ棒でしたそうなんだあれだよねあれなんだね伏せ字になっちゃうからよかったよかった間違えた間違えた <laughs> 間違えちゃうんだよ恥ずかしい内緒ねみんな間違えたら内緒だからね内緒ですよニュアンスは伝わる <laughs> <laughs> 内緒ですよって言いながらも全世界に向けて配信してるからねショールームなんてよかったニュアンス伝わってよかったですねそうであの坊ちゃん劇場にもあの今日はちょっと朝公演だった朝公演でちょっと見に行けなかったんですよそうあの見に行けなかったんだけどあの坊ちゃん劇場の方によってパネルの前で写真撮って桃の天ぷらさんに行くもありがとうございます リニューーアルルオープンししたたマルシェにも行きましたそしてね念願の夜のカフェレストマーズですよ念願の夜,カフェ夜のカフェレストマーズに行ってドリアを食べてお腹いっぱいです <laughs> お腹いっぱいでちょっとだいぶねお腹張ってんの今まだあれかでもちょっとねやっぱお腹めっちゃ張っていやこれちょっとお腹いっぱいだな しのさんかわいい玉にさんバラナイスはやちゃんさんサイリームありがとうございますまあね本番に向けてちょっとエネルギーを蓄えていやあんま関係ないわ <laughs> あんま関係ないけどそうそしてね今日お知らせがあったんですけどあのジュニア姫新聞さんにがの取材が。 ありましてそうそれがね本日掲載されましたインタビューが、うん、はやちゃんさんレインボースターありがとうございますアンティさんラブレッーファンレッターラブレッーどっちだありがとうございますまあねぜひ読んでいただけたらと思います はいちょっと鼻赤くない <laughs> ちょっと鼻が赤いかまあちょっとこの部屋ね暖房入れたばっかだからでもあんま寒いわけじゃないんだよなみんなねゲットしたよっていう報告ありがとうございます。 じゃあそこはありがとうございます 夜はデザートを食べなかった。ちょっとね、ちょっとね、ちょっと無理だった <laughs> そう。夜はちょっとね、デザートを食べませんでした。今回は。アルビンズランクさん、ハート、アーティさん、肉まん、ありがとうございます。私はね、そこまでは食べられないから、結構ドリア、あ、そう、あの、今日はね、まあ、親と言ったんですけど、そうだからちょっと親、親があのチキンカツプレートを頼んでて、ちょっとありる、あの、チキンカツを2切れもらって、 であとはあの結構たっぷりサラダを食べましてあのー、たっぷりサラダを食べましてでドリアレディースサイズの食べましてもうそれで結構お腹いっぱいでしたね小食ではないようんあのカフェレスあのちょっとやっぱマーズさんちょっと量が多いので結構そのレディースサイズでも 200g とかだったからお腹いっぱいになってそれで。 さすがにお家いっぱいだわと思って、まあ、でもチキンカツも食べれましたそう今回ドリアはなんかね熱々チキンのタルタルソースのドリアを食べましてめっちゃ美味しかったそういやーねやっぱそのあのマーズさんのタルタルソースって本当に美味しいからさいやーでもそうだね今度オムライス食べてみたいなレディース 200g ぐらい多分ミディアムが400じゃないレディース400はもうねレディースじゃない <laughs> それは、ね、400は私きついな無理かもしれん最初ねあ二2 0 0ムって意外と少ないなって思ったけどいや結構おなかいっぱいになるこれって思って美味しかったすごくでもそう。よく親食べれたなその そのなんかプレートだとオムライスプレートだったらオムライスちょっとちっちゃめのオムライスとチキンカツなんですけどなんか普通にチキンカツもめっちゃ主張が激しいからさこれ結構量多いな私ちょっと食べられ,食べれんわって思ってまあまあでも確かに食べる量はそんなにも多くないな私はうんまあ大食いではないんですよ でも、小食ではない。普通ぐらい。普通まあ、普通より、ちょっと少ない方。まあ、どうなんだろう。でも、昔に比べたら食べる量減ったんですよ。多分ね。そう。まあ、でもわかんない。まあ、小食ではない。そう。私の一押しはね、マーズの一押しは、 えー、まだ一押しっていうほど通ってないからさまだ3回しか行ってないからあれなんだけどやっぱチキンカツはのタルタルソースかな <laughs> 本当にね美味しいのよでも最近ほんと美味しいもの食べ過ぎて大丈夫かなって不安になってますねまあその分明日動けばいいからちょっとね自分の部屋の片付けもしつついろんな練習を頑張ってね明日はちょっと。 頑張ってね行こうと思いますよそう,そう大丈夫かなちょっとほんと最近ほんとに最近ね不安すごく大丈夫かな <laughs> 大丈夫かなアーティさんファイトありがとうございます大丈夫だよ ありがとう明日頑張ればいいからねそう明日はねちょっとどんなメニューにしようかなって今から考えてワクワクしてますそうその分大根振り回せば確かに <laughs> ちょっと遠いけどねちょっと明日練習するかさすがに本物の大根投げるのはね大根がもったいなさすぎるから。 まあね、間食をね、あの、まあ間食ちょっと最近しちゃうんですよ。あの、まあその分ちょっと、間食食べすぎたなって思ったらちょっとご飯減らしたりとかしてるけど、本当はね、間食減らしてご飯食べるっていう方がいいんでしょうから。まあ明日ふ、明日、明後日は、まあ間食はほぼゼロでいきたい。なって思ってる。ご飯はちゃんと食べるから、どんなお昼ご飯にしようかなとか、どんな朝ご飯 久ししぶりりにしっかかご,ご飯食べた感じかなそうですねなんかあんなにたくさん食べたのはちょっとそうたくさん食べるのは元気な証拠まあそうね、まあ、私体調崩してもご飯だけは絶対食べる人間だからそう、まあ、最近ないけどやっぱ小学生の頃とかよく熱出てたんですけどもお昼はね普通にお母さんつく準備してくれたものでねしっかり食べてました <laughs>。 体調崩しても絶対にご飯は食べる私はそうやっぱお腹空すいちゃうからさ普通にでもすごかったのはなんか結構小学生の頃とか小6ぐらいとかは熱出たけどもう朝寝れば下がったみたいなで割と元気で夕飯に夕飯にちょっと白い食卓ロールみたいなこのぐらいの白いパンをロールパンみたいなやつを3つぐらい食べたっていうね 割とモリモリ食べてましたあ千1111日ありがとうございます玉国さんなんだっけこれサイリウもありがとう1111 11ですねポッキービーですポッキービーそしてトッポビーそしてプリッツビフ <laughs> まあでも小学生の頃はねでもなんかえ 入っってから体調を崩すこと減ったんですよただどうだけでも最,最後に熱出たのってめっちゃ前なんですけどほんと2年ぐらい前に熱出てなんかすごいその日ちょっと外に出なくちゃいけなかったからあの出てたんですけどなんかあめっちゃなんか今日しんどいなって思いながら家帰って。 熱熱測っったら熱があってやべえみたいな2年ぐらいの話だと思ったけど3年前ぐらいですねこれあ,あ熱出てるって思ってもうねあの中ずっと歩いた自分偉いなって思いましたけどそうまあ体は元気な方ですね私はそう熱って意外と辛いよねなんか もうその時ほんとにちょっとぼーっとしちゃうぼーっとはしたっていうかなんか結構しんどくてあーこれあんまあ、自分のしんどいってちょっと信用できないからまあ帰ってそのお母子さんなんだっけこれ肉まん ああワクチンの副反応ね私は1回目も2回まあ逆に不安にはなったんですけどそれでそうめっちゃ鼻冷たい2回目もああちょっと腕痛いなみたいな感じで全然そう体調崩さずだったんですよでも鼻は赤い <laughs> そうなんか鼻赤いんだよねなんでだ恥ずかしいや <laughs> はやちゃんさんバラナイスゆうやさんバラありがとうございます <laughs> 鼻赤いけどそう鼻赤いんだよねなんでなんだろう寒いとこにいたから花粉症わかんないでもちょっとさちょっとだけ鼻ずるって言いましたよねまあそれ可能性はあるね一応お薬は飲んでるんですけど私花粉症ではあるんですけどそう謎だよねなんか鼻だけ赤い <laughs> 3回終わったけど熱も体調不良もなかったああそうなんだ元気ですねどうなんだろう私3回目はまだなんですけど3回目打ったら相当体調崩しましたってへペロみたいなことないよね不安なんですけど <laughs> そういえばあのジョン・マイ・ラブのあの 記事がねまたウェブの方で載ってたんですけど皆さんチェックしてくれましたかあそこにね私の写真も載ってます頑張ってるところの写真も載ってますアーキィさんなんだっけこれ肉まんありがとうございますもうねギフトの名前マジで忘れるんやけど <laughs> マジで忘れちゃう 今日祭りの存在感薄すぎて、あれなのかななんか、祭りの存在感薄いよね。でもそう、マスカラはしてないんだよ。なんか、下地マスカラみたいなんだけしたからさ。そう、だからなんかあれなのかね。なんか祭りバッサバサじゃないから。ちょっと、あ、今日の顔こんなんだったんだ私みたいな。なんか眉と、眉ちょっとシュシュシュってやって、メイクペペペ,ペってアイメイクやっただけだったからさ。めっちゃ適当な言い方。 適当なのまあでもなんかそんなねチークはねしてないんですよもう天然チークですね <laughs> 天然チークマスクしてるから基本的にチークは別にいらんかって思ってそうなんです天然チークですこれ <laughs> 天然の自然の授かり物何言ってるかよく分からん <laughs> そうなんかその まあ写真は撮るけどそんななんか自分の顔すげえ全面に映し出さないからいいやって思ってシュシュシュってやりましたねそう <laughs> 授かり物チークですねまあ、寒かったのもあるかもしれないけどねでそして謎のね赤花です <laughs> えや明日で2月終わり早早喉が鳴りましたね 早いですね明日に2月終わりでも3月まあ4日からジョン・マイ・ラブですがそこからねちょっと4日間しかまずはないのでちょっと早いねちょっと涙が出そうですけどまたね3月の下旬と4月にねちょっとだけあるのでぜひ見ていただけたらと 頑張るぞそう菜の花見たいんだよね私た,私たち坊ちゃん劇場行ったのに菜の花見てないっていう <laughs> あ見るの忘れてたね」みたいな感じでそうなんですよ。 そうだから菜の花もちょっと咲き始めて聞いてたから白井の滝凍ってるか不安だったんだけどまだ凍っててよかった本当にねそのあの「ルンテツ」見に来てくださる方は見れるのかどうかめっちゃギリギリなとこですよねもしかしたら見れない可能性がちょっと高いかもっていう感じだった初見さんありがとうございます菜の花ねまた私が 坊ちゃん行っ行た時に見れると信じています <laughs> 信じてます菜の花は見たことないのよねコスモスは見たことあるんですけどそういや見れてよかったです本当。白井の滝一度は行きたかった場所だったのでそうで間に合うといいよねまあ、でもマジで間に合わなくても本当に綺麗なとこだからなんか一日なんか一回か 行ってみるといいかもあの無料の駐車場に停めたら20分ぐらい坂を登り続けますまあまあきつかった普通に <laughs> 帰りもちょっときつかったんですけど <laughs> 有料駐車場に停めたらそんなになんですけどやっぱちょっ無料の方に停めて頑張って登ろっかみたいな今日マーズでご飯食べるしみたいな感じで行ったら結構きついねってなって。 そう途中ね休憩挟みながらずっと坂だったね基本的にあんま平地を登るっていうことはなかったからまあなんかもういい運動にはすごいなったんですただ帰りが結構ねきつかったんですけど <laughs> であとその土日祝日はその無料駐車場の近くにある白井屋さんだったかなっていうとこでおでんが発売されてるのでそう あのタッパーを持持っていくと持ち帰りがでできるんですよであの土日祝日だけなのかなみたいな感じで書いてあったんだけどおでんが売ってるのでなんかもしその白井の滝見れなくてもちょっとおでん食べるとかもいいんじゃないかなって思ってもしなんか持ち帰りしたいなっていう方いらっしゃったらタッパーをね持参するしてください。多分タッパー持持参したら持ち帰りができる その場で食べるんだったら多分なしでも大丈夫なんですけどねそういやでもほんとねよかったです見れて達成感はすごいありましたうんよかったそうほんとずっと行きたかったから ね、本当に行けてよかったですよ楽しかったということで、ね、今日は普通にちょっと当音紙の方をちょっと楽しんできましたね行ってきてね写真をちゃんと許可を取って撮らせていただきましたはい皇太子らしく 頑張,ります頑張りましたじゃないけどそうやっとね伊予観光大使になってからやっ,<う>やっとよ、ね、すぐ食べ物の話またなっちゃったけどね聞こえてなかったなみたいな。 やっと3個目投稿ですよ <laughs> そうそれで朝露マルシェがリニューアルオープンしたんですけど柑橘もいろんな種類売っていて。 あ、凍結情報とかあるんだそれでなんかちょっと情報とか見てあもし行けそうかなって思った日あったら行ってみるのはありかもしれないね確かに石づさん登って登稿しようちょっときついかな登山はしたことないから無理だわそうあの柑橘いろいろ売ってて朝露もあるしそうであのうちは背とかとカ平を買いましたお母さんカ平好きなんですよで私背とか結構好きだから いろんな種類言ってたからねぜひ今度「ルンテツ」を見に来てくださる方ぜひちょっとかんをね買っだと思います前の掲示板みたいなとこがあってそこにあの新しくできたぼちゃ するみたいな感じでね。そう私とユウのぜひですよ。私も本当にこんなこと私言ったっけみたいな多分そのあの記者さんの素晴らしい力で。 なんかすごいいい,こといいこと言ってるみたいになってるんでしょうね <laughs> そうなんかでも本当にすごいよねなんか私のほんとまとまらない話をなんかすごいいい感じにまとめてくださるのでどの記者さんもなんかそれがすごいですよね本当にそう私大体本当なんか 結構あのなんかねあちょっとなんかまとまらないな話みたいな感じで思ってたからでもいいですねやっぱそこはプロの方の力ってねすごいですよね。はやちゃんさんハートありがとう。 ほんとすごいなーってちょっと感心して <laughs> いますねいつも。はいということでじゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあまた明日明日から平日月曜日ですけど皆さん頑張っていきましょう 私はね明日今日たくさん食べた分ちょっとずつねいろいろ調節しながら運動して部屋の片付けもちょっとずつして頑張っていきたいと思いますお互い頑張ろうイエーイえっ、ー、と魔王さんハートありがとうございますじゃあランキングをね忘れずに読んで終わりますよ10位マモさん 九位ロミツさん、八位キャパさん、七位夏目さん、六位アルビンズランクさん、五位ソランさん、四位カラスのカーコさん、三位アーティさん、二位玉国さん、一位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。また明日。おやすみなさい。またね。ありがとうございました。また明日。